総合格闘家の朝倉ミクル31が21日に自身の YouTube チャンネルを更新。引退しさから一転し、絶対に戻ってくるので、と現役続行を表明した。自分自身、こんな負け方で終わりたくない、地へどを吐くような練習をして、必ず絶対に強い姿で戻ってくるので待っていてください、と涙を流していった。 19日にはイヤーマンがプロデュースするキックボクシングルールの新格闘技イベント、ファイトクラブに参加。あえて相手の土俵に挑んだが、1回1分17秒 TKO という衝撃的な敗北を喫した。今年7月30日のライジンフェザー級王座決定戦でブガール・ケラモフに一本負けを喫して以来の、復帰戦を白星で飾れず、心身ともに計り知れないダメージを負った。試合後、 自身のインスタグラムに全く記憶がなくて自分が何者かもわからない状態で朝倉ミクルを調べて客観的に見てみてこれはもう引退ですね何でこんな自分にたくさんのファンがいるかもわからない状態ですが長い間本当に格闘技にはお世話になりましたありがとうございました今の気持ちですと引退を示唆していたこの日はインスタグラムにも精神と体のダメージが抜けるまで 格闘技を休憩させてください、と数ヶ月休養し、大晦日の来陣も欠場する意向を示した。続けて、千平堂を吐くような努力をして、来年必ず強い姿で戻ってきます。まだ心の炎は消えてない、と再起を誓った。朝倉ミクルの引退撤回、動画での主な発言、今一人で動画撮ってるんですけど、YouTube で最後に出した動画だったり、 インスタの投稿だったりが記憶が曖昧な中で、その時の心境を投稿したと思うんですけど、次の日記憶のほとんどが戻って、試合中の記憶は未だにないんですけど、いろいろずっと一人で考えました。今の立場だったり、今回の負けの意味だったり、これからのことだったりをずっと一人で考えて、ある程度ちょっと考えがまとまったので皆さんに話そうかなと思っています。 動画を撮ってます。最後に出した動画では、客観的に見て、引退だみたいなことを言ってて。それは記憶が戻った今でも、引退というか、もうここまでか、みたいな気持ちは強くて。そのぐらい今回のこの負けのショックはでかいです。ただ、こんなダサい終わり方でいいのかみたいな、やり返しに行きたいみたいな、そんな心の闘争本能みたいなのも感じてて。もともと今回、 無事勝利したら、年末も出る予定だったんですけど、何か今回負けを受けて、年末やり返しに行きたいな気持ちもあったんだけど、それはちょっと友達とかに行ったら絶対やめとけっていうことで、確かにそうかみたいな感じで、年末出ることないんですけど、何が言いたいかっていうと、落胆してここまでかっていう気持ちと、まだやれるんじゃないかっていうか、誰かのためにとかじゃなく、 自分自身がやり返しに行きたいって気持ちもあって。なので格闘家として、の気持ちは残ってるなっていうのは思います。ずっと俺って格闘技はもちろん好きなんだけど、いろいろなものを手にしてきて、今何が一番楽しいのかって聞かれると、人々を楽しませたりとか、人の人生を良い方向に変えるっていうことが一番喜びを感じるんです。朝倉ミクルっていろんな一面を持ってると思うんですけど、 実業家、経営者だったり、格闘家だったり、YouTuber ーーとして何か企画を考える人物だったり、いろんな要素があって、ただの格闘家としてだけで、これだけたくさんの人に応援してもらったわけじゃないと思ってて。ただその中で格闘家としての朝倉ミクルも求められてるっていうのも、ずっとあって。格闘技だけやってる朝倉ミクルが好きなファンもいると思うし、試合を2、3ヶ月やらないとやっぱり、 練習しろとか、試合を早くしろとか、そういう声はすごい出てきてて。でもそれは結構、格闘家として人を楽しませるっていう自分の性格にも響いてくるし、格闘家としても試合しなきゃっていう気持ちも出てくるし。要するに、結構それが重荷になってたというか、ストレスに感じてた部分も正直ありました。2日後とかに行われるブレイキングダウンも、 自分にとっては本当に人々を楽しませるコンテンツっていうことと、自分もそのブレイキングダウンで出るような人たちと同じような境遇からライジンまで駆け上がって、今これだけの人に応援してもらってるんで、同じ境遇の人たちの人生を変える場所になってほしいなっていう両方の部分でブレイキングダウンっていう興行があって、その両方の部分がモチベーションとなってやってて、ブレイキングダウンをやってると、 練習しないように見えるだろうし、視聴者の方はやっぱりそこに目が行くので、24時間自分の生活を映し出すことはできないし、自分もあんまり全てをさらけ出すのは好きじゃないというか、得意なタイプではないので、だから部分的に見たその判断になってしまうし、そういう印象を受けると思うんですよね。ブレイキングダウンの動画ばっかり上がってたら、練習してないようにも見えるし、 TikTok とかも格闘技の動画とか一切り上げないようにしてるから。なんか歌とか歌ってたら、練習してないように見えるから、練習しろよって。格闘技一本に集中してないようにも見えるというか、その部分が期待してるファンにとっては、もっとやれよ、って気持ちになるのもわかるし、ただその意見が自分のストレスだったなっていうのを思うんで。何が言いたいかっていうと、 ブレイキングダウンももそうなんですけど、YouTube も好きです僕は。YouTube メンバーといろんな企画をしたりとか、コロナ禍でもうずっと思ってたのは、こんな時代に面白い企画を出してみんなを楽しませたらいいなみたいな気持ちもずっとあって。それがモチベーションになってたんで、YouTube もそうだし、ブレイキングダウンもそうだし、また新たな企画とかも、企画というか番組も実際動いてて、 それもブレイキングダウンと同じように人の人生をいい方向に変える、なおかつ皆さんが楽しめるような企画とか、もう準備してて。こんなにたくさんの人が動いてくれてるんで、こんな状況でも始まっていくと思うんですけど。そういう全てを含めて、今、周りのプライベートで会う人たちも言われたんですけど、ダメージの蓄積とか、格闘家としての精神部分が、 精神部分でのストレスみたいなこのダメージの蓄積とかがあって、しっかり休んだ方がいいっていうのも言われてて、僕自身もそれはちょっと今思ってるので、この動画で何が言いたいかっていうと、その格闘技を少し休ませてほしいです。3ヶ月なのか、4ヶ月なのか、5ヶ月なのかわかんないです。もしかしたら3ヶ月でまた試合するかもしれないけど、 でも体と精神がしっかり休養して、自分の気持ちで試合がしたいって思う時まで休憩させてほしいなっていう。ここで逃げ出すこともできるんだけど、自分自身、こんなところでこんな負け方で終わりたくないっていう、そういう気持ちもあるので、しっかり休憩して、誰よりもね、悔しい。悔しいです今回の負けは、猛血へどうエドを吐くような練習をして、また必ずね、 皆さんの前で強い姿を見せたいと思ってるんで。その時まで涙ぐんで、すいません。絶対に強い姿を見せるので、それまでちょっと待っててください皆さん。必ず戻ってきます。さっきも言った通り、仲間と YouTube だったり、ブレイキングダウンだったりそういうのもやってかないといけないので。自分はやっぱりそれが幸せだし、その朝倉ミクルのもう一つの一面なんで。 本当に格闘家の朝倉ミクルだけが好きな方は、チャンネル登録とか外してもらってもいいですし、今それを見たくないのであれば、また確実にね、戻ってくるので、それまでちょっと暖かく見守っていただけたらなと思います。ブレイキングダウンとかそういう YouTube 活動とかが好きでいてくれてる人もいると思うんですけど、そういう方は変わらず楽しんでもらいたいし、とにかく絶対に戻ってきます。 その気持ちを伝えたかったので、本当に強い姿で戻ってくるんで、皆さん待ってください。ありがとうございました。